はい、本日はですね、こちらクライムライトジャケットをねご紹介していきたいなというふうに思います。ということなんですが、クライムライトジャケットって今まで紹介したことあるんですよ。ほなまた紹介するの、いやちょっと待ってくださいよ。タイトル あのサムネもあった通り新型になってるんですよ。新しくなってるということで、何が新しくなってるか僕全然知らないんですけど、視聴者さんからとにかく新しくなってから早うレビューせんかいってお声いただいてね、わかりました、すぐ買いますということで買わせていただきました。もうなので、ね、早速見ていきたいなと思いますので、本日の流れとしてはまずは外観を見ていきましょう。どこ変わったんかってパッて見て変わってるとこもあるんですよ。だからそれを見ていって、その次に旧モデルとのね比較もしていきたいなと思いますし、まあ着用もしていって、で次はデメリットにちょっとこれどうかなっていうところもね あったりなかったりはするんで、そんな話をして、で最後におすすめしたとは言いながらも、やっぱクライムってこういうの人気ですよね、といいですよねっていうところはね継承してたりしますので、その辺でお話していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、早速もう外観から見ていきたいなと思います。ではまずタグから見ていきましょう。このねタグが何っていうと、こちらご覧ください。実は品番がね前回モデルと変わってるんですよ。でそれ以外にもお値段も変わっております。お値段がもともと3万円の消費税やったんですけど、今3万2700円の消費税ということなんで、約3000円ぐらいで、ね、値上がりしてるという感じですね。でさらにロゴを見てもらうと、これねプリントになってるんですよ。以前までは刺繍やったんですけど、これはノースエースのロゴもそうやし、こちらのねゴアテックスのロゴもプリントになっておりますね。まあそれ以外はパッと見た感じそんな大きく違いはないかなと思うんですけども、後ろ見ていただいてもね、まあまあまあこんな感じになっております。では着用していきましょう。着用していきたいなと思ったんですけども、どうせ隣にあるから比較していきましょう。今分かりやすいですしね。まあはっきり言ってね、こうやって比べてもそんなに違いってないっぽい感じするじゃないですか。ドローコード首のとこがあって、でポケットも両サイド同じ高さにあって、そんな違いないかなみたいな。ただこの段階でちょっと分かるかな、身幅がね違うんですよ。このニュートープの新しい方は L サイズ着用です。後でしますけどね。でこっちのベージュの方はね XL なんですよ。だからベージュの方が大きいんやけども、こう身幅の広さがねかなり広いなっていうのがこの段階で分かるんですけど、そんな感じですね。でまあロゴの方はね、このプリントってこう並べるとやっぱり違い出ますよね。刺繍の方なのか、それともまあプリントなのかってこう並べちゃうとね、結構まあ違いは出てくるかなと思うんですけど、まあこの辺はご愛嬌ということで着用していきます。だいぶ変わってますね。全然ちゃうな。はい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 、結構ちゃうような感じしますね。なるほどなるほど。どうですかサイズ的には。 L やったらちょっと大きい感じしますよね。一回 XL、 あの旧型の XL と多分同じぐらいちゃうかな。ちょっと着てみますね。どうです、もしかしたら旧型の XL の方がちょっとちっちゃいかな、なんかそんな感じもするぐらいなんで、もしかしてサイズで迷われてる方いらっしゃったら、俺もともと昔の旧型のクライム持っててんっていう方はね、それの1個サイズ下げた方がいいかもしれないですね。新しいの買おうと思った時に、新しいのはちょっとワンサイズ大きめぐらいになってるから、特に身幅かな、大きくなってるから、もともと俺 L 着とってんけども、今回も L 買おうかな、ちょっとあかん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 と、M 買っとかんと、どえらいもん出てくるよと、どえらいでかくなってるよってことなんでね、まあ、ワンサイズ下げてもらうがちょうどいいんかなというふうには思います。はい、それではね、ちょっと変更したところね、見ていきたいなと思います。変更点5点ざっとありますので、それをざざっと見ていきましょう。まずはロゴですよね。ロゴが刺繍から、こう、プリントになったよと。で、それ以外にやったら、この首元のところの顎のところですね。この裏側っていうのは今まで、ちゃんとこうやって生地貼ってくれてたんやけども、ここのね、ちょうどヒゲが引っかかるんよと。ちょびヒゲ引っかかるんよと思ってたそこのあなた。ご安心ください。このちょびヒゲをガードするね、チンガードがついております。全然下ネタを言ってるつもりはないんですけども、この顎のところのね、ガードがついておりますと。そして次はね、若干生地の裁断が変わっておりまして、その生地の裁断が変わったことによってですね、内ポケットのこういったねマチが作られてるんですよ。だから今までとかのポケットやったらこういった形でね、特にマチとかはないんですよね。だから細いものとかは入るんやけども、その奥行きとかがね作れないようになってて、こういった感じでね、ちょっと横幅のある荷物というか、こんな感じでねポケットがねちょっと荷物入れるような使いやすくなったよねっていうのが違いで、次の仕様がね結構大きく変わってるところなんですけど、それ何って言うとね、このフードのとこなんですけど、フードのとこってね、これ今までこう野球部のね男の子みたいにこのフードがねぺちゃんこにこう曲がったりとかして、このギュンギュンになっちゃうんですよ。だいたい小学校の時ってね、こういうツバを折りすぎて、帽子のツバを折りすぎてここ折れるっていうのがあるあるであったりするんですけども、新しいバージョンはねこういうワイヤーが入ってるんですよ。だからあんまり折れづらくなってるんですよね。でこのワイヤーってなんかどっかで見たことないですかと、僕の動画見ていただいてる方はね、なんかこれ見たことあるなと思ったら、そうそうそう、このアークテリクスやないかいと。アークテリクスも確かこのワイヤーあったよねと。やっぱこれっていいんだねと。特にこれでアークテリクスなんて折れませんよね。だからフードがきれいに立ちやすいっていうのがあるんやけども、同じようにこのワイヤーを入れることによってフードがこうきれいに立ってくる。ワイヤー入ってんかったらどうなんのっていうと、小学校の野球部状態になりますので、フードがぺちゃんとこんな感じになっちゃうと。小学校の野球部困るよねと、大人なんだからねって言ったら、これでワイヤー入れた方がいいよねって、これ見た感じでも全然違います。
ますよね。こうフードがこうペタンパになってるのとフードがこう立体感があるようになってるのが、これワイヤー入れることでできるんですけど、まあここが違いと。それでもって最後いきましょう。何が違うかって生地めちゃくちゃ違う。生地がもう全くちゃうっていう感じになってて、厚みに関してはねほとんど変わりないんですけども、この新しい方がどっちかって言ったらこう柔らかさがあるんですよね。で旧モデルの方が少し張り腰が若干あるような感じになってて、こう着るとねもう全く違う。まあ柔らかいって言ったらいいように言ってんねんけど、ちょっとチープ感があるとかちょっと安っぽく感じる雰囲気はあるんですよ。ただ値段は上がってますよ。でなんか似てるな、なんか似てるなってこれも思ったんですよ。なんかこの生地なんか似てるな、あれやと。このドリズルジャケット、ちょっと待ってくださいね。これ全然入れ替えたわけじゃないですよ。これがあの新しいクライムライトジャケットね。これがドリズルジャケット。生地めちゃくちゃ似てるんですよね。まあ色味はね若干違うにしても、この生地の柔らかそうな感じって似てません？あ、確かに言われたら似てるなと。しかもドリズルジャケットもここプリントなんですよ。だからあの刺繍じゃないですね。でこっちのクライムもそうですよね。これ刺繍じゃなくてプリントなんですよね。まあこういったところがねあの違いやということで、もう一回言っておきますね。まずロゴが違いますね。プリントでしたよねと。で次首元のところにね、あのちょびひげを守るちょびひげガードっていうのがありましたよね。そしてその後はね、あのフードのところに少年野球防止対策ワイヤーっていうのがありましたよね。でその後ポケットの裏側っていうのがちょっとこう物が入れやすくなって、こう奥行きのある裁断方式に変わってましたよねと。そして最後生地が違いましたよねって、まあここが違いなんですよ。そして最後に違うのは値段ですよね。値段が3000円ぐらいアップしてるというところになりますので、デメリットとしては僕個人的にはこれやったらクラウドジャケットと変わらんのちゃいますっていう風に思っちゃうんですよ。ちょっと今からクラウドジャケット出しますので、ちょっとお待ちくださいね。こちらクラウドジャケットです。ちょっと柔らかい生地感で、ロゴもプリントになっておりまして、同じくちゃんとゴアテックス使っております。でこれがフードのところもねちゃんとワイヤーが入っておりますので、ほぼほぼ似たような仕様となっております。で一回着てみましょう。こちらがねクラウドジャケットになってます。まあ生地感の感じとか伝わるかな、ちょっと分からへんねんけども、まあポケットがねこう横にあるスタイルやねんけども、収納とかもねもちろんちゃんとこれできますよ。そして新クライムライトジャケットもちゃんとこういった収納もあるし、まあ生地感もね似てるんですよ。だからほとんどこれクラウドジャケットちゃいますのと思っちゃうんですよね。でね僕はこれ自腹で買ってるからね、忖度なしに言ってますけども、それやっぱお店屋さんもね売りたいからこれいいですよって言うかもしれんけど、僕個人的にはちょっと待ってと、このクライムライトジャケットってバージョンアップしてますかねっていうのがねちょっと疑問であったりするんで、旧モデルを持ってはる方は全然旧モデルでいいかなと思うんですよ。とは言いながらもね、ノースフェイスの中でこのクライムライトジャケットってもう普及の名作としてずっと渡り続けられてるんですね。ずっと販売し続けられてるんで、そういうのちょっと欲しいねっていう方はね、値段は少し上がっちゃったんですけども、買う価値はねあるんじゃないかなと思います。値段だけも3万5000円ぐらいやし、そんなベラボーに高いってわけじゃないんで、これがね4万5万とかになってきてこれやったら、うんちょっとどうなんかなとかと思うけど、別に3万5000円やったらありなんかなと思うし、ちょっと値段的に、考えたいなと思えたらね、クラウドにねもう一個下げてもね全然いいかなと。これまあセールやったら2万円ぐらいであったりするんで、ここの差別化がねほぼほぼなくなってきました。だからクラウドとクライムって今までえらい違いやったんですよ。ちょっと高級感というか仕様とかもやっぱちゃうかったけど、ほぼほぼそこの違いがなくなって、何が違いあるって言うとポケットの位置が若干違うぐらい。このポケットの位置って多分登山する人はここじゃないとダメなんですよ。でもクラウドってこの横なんですね。だから街中に特化してるんやけども、そこぐらいかなと。あとはあんま変わりません。でまあね、他の機能はね継承されてます。あの持ち運びができる袋がついてたりだったり、あとはもちろんゴアテックスやったり、あと裏生地もね一緒なんで、表だけ変わってますけど裏は一緒やったり、その使い勝手っていうところはねもうほぼほぼ一緒やねんけども、若干仕様が変わってると。でこの若干がいいやんって思う人もいてれば、ビンムムムって思う人もいてれば、なんとも思わんっていう人もいててね、まあいろんな価値観があっていいんじゃないかなと思いますので、本日はですね新クライムライトジャケットをレビューしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。